私弘前ナイトダイスボールライブ、それではよろしくお願いします。わかりますね。じゃあ答えは3回目の
ステージでっていうことで、あのさっきあのタクシーに乗ったんですよ私たち、うん、そしたらタクシーの運転手さんがその謎を解明してくれたんですよ。で、あのチャイニーズチキンバーガーじゃなくてラッキーピエロっていうのはもともと中華料理屋さんだったんだそうで、なんかその唐揚げが、唐揚げがどうしたんだっけ、あの、唐揚げがもともと中華料理屋さんのメニューだったんですよ。で、その唐揚げをパンに挟んで店員さんたちのまかないにしてたんだそうなんですよね。で、あのそのまかないが店員さんの中で美味しい、そう評判だったんです。そう、評判になってこれをぜひ店のメニューにしたいってなって、それがチャイニーズチキンバーガーだったんですよ。で、最初もともと中華料理屋さんだったんですけど、今はハンバーガー屋さんになったっていう感じなんだそうです。ちょっと運転手さんに来てもらえばよかったよ。ね、面白かった。ちょっとうざくてごめんね、長くてね、ずっと言ってね。っていうすごいためになる話でした、ね、豆知識をぜひ皆さんも覚えていただけると、覚えていただけると嬉しいです。そうだね。で、私たちライスボールもそれぞれ個性があるように、あのラッキーピエロもそれぞれ、あ、逆ですか。ラッキーピエロのメニューもそれぞれ個性があるように、はい、私たちライスボールも3人それぞれ個性があるんですよ、はい、なのでぜひ今日は皆さんに私たち3人のことを覚えて帰っていただけたらいいなと思います。まずは自己紹介をしたいと思います。はい、まずはじめに私、ライスボールの太陽と書いて光と言います。え、私 あの函館に来ての思い出は、小学校6年生の時修学旅行で来たんですけど、あの坂もいっぱいありません、なんか、とても、でもう道に迷ってしまって、ずっとその坂を行き来するっていうシャトルランみたいなことをずっとしてたんそう、体力勝負をねすごいしてて、体力測定みたいなことをしてたのがとても思い出に残っています。それしかも覚えてないくらい、そう、まあ覚えてますけど、はい、よろしくお願いします。拍手、ありがとうございます。はい、続いては私、美しい土の里と書いて緑と言います。私の北海道での思い出は、私も小学校6年生の時に修学旅行でこの函館に来たんですけど、あの路面電車ってあるじゃないですか。で、あの路面電車ってこう来る時間が決まってるじゃないですか。で、あの私たち その自主見学の班がすごいマイペースな人が多くて、時間がもう過ぎてるのにみんなで路面電車に乗って足湯に行って遅刻したことです。ライスボールの緑、高校3年生18歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後に私、水に愛と書いてアクアと言います。あの私の函館の思い出もですね、小学校6年生の時に修学旅行で初めて函館に来た思い出なんですけど、なんか自主研修ってあるじゃないですか、うん、その自主研修でお昼食べる時に本当はラッキーピエロに行く予定だったんですけど、あの何がどうなってそうなったかは分かんないんですけど、あのラッキーピエロに行かないことになったのがなんか思い出です。アクアです、よろしくお願いします。拍手、拍手。そう、久しぶりに来て、ね、本当にもういろんなところに行かせていただいて、函館素敵だねっていう話をずっとしてました。今日本当に来れて嬉しかったです。嬉しいですね、はい、それではまだまだ私たちのステージを楽しんでいっていただきたいと思います。続いては一人ずつお届けしたいと思います。まずは私、緑から聞いてください。ダイヤモンド、見上げる世界で見たよ。そんな僕を見て
지금
ありがとうございます。いや、なんか急にね、たくさん人が。ね、嬉しい。こんにちは。